おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。今日は1974年富士グランチャンピオンレース多重事故について解説していくわ。レースの多重事故か。相当のスピードを出しているだろうから、多重事故になってしまうんだろうな。その通りよ。当時はすごく話題になった事故なの。ほほう。気になるぜ。早速教えてくれ。知りたいでしょ？解説していくわね。ゆっくりしていってねー。まず、富士グランチャンピオンレースについて知りたいぜ。富士グランチャンピオンレースは1971年から1989年までかけて、富士スピードウェイで開催された自動車レースのシリーズ戦のことよ。ほうほう。富士スピードウェイといえば、静岡県にあるサーキット場じゃないか。かなり盛り上がったんだろうな。ええ。1970年代から1980年代にかけ、全日本 F2 選手権などと並ぶ日本のトップカテゴリーレースであり、かなりの人気を集めたわ。でも、残念なことに1989年に休止されているの。みんなが注目していたレースだったのか。見てみたかったぜ。それじゃあ、事故のことを詳しく教えてくれないか？ OK よ。まず、決勝前日の6月1日のことから説明するわね。決勝前日か。それなら、レーサーもファンも熱くなっていただろうな。その通りよ。加えて、このレースに出場していたのは高橋国光さんや北野元さん、生沢哲さん、黒沢元春さんなど、誰もが知るスター選手ばかりだったの。決勝の前だし、有名レーサーが勢揃いするのも納得いくぜ。結局、このレースにはどれくらいのマシンが出場したんだ？予選に臨んだのは16台よ。他にも2台が参加予定だったんだけど、マシンの不調により後いスタートとなったため、予選には参加しなかったわ。ほうほう。そもそも、このレースはどんなルールだったんだ？私はモータースポーツについて詳しくないから、教えてほしいぜ。まず、予選を走り、その後に決勝となるわ。さらに、決勝は第1ヒート、第2ヒートに分かれて戦ったの。むむ？ヒートというのはどういう意味なんだ？もともと、ヒート方式というレース形式を指す言葉よ。各ヒートの結果を総合して優勝が決まるわ。前のレースの順位で次のスタート順が決まり、それぞれのレースを第1ヒート、第2ヒートと呼ぶってわけ。なるほど。何回かのレースのトータルで勝ちを決めるってことだな。そういうことね。予選は黒沢選手が早く、1分43秒82を記録したの。高橋国光をしのいでポールポジションを獲得したわ。ところで霊夢、ポールポジションというのは何のことなんだ？ポールポジションというのは、予選で最速タイムを記録した選手がレースをスタートする最善の位置のことを言うわ。なるほど、早い順位であればあるほど、次のレースにおけるスタートが有利になるってことだな。じゃあ、話を続けてくれ。トップの黒沢選手から、15位の劉選手までの差はちょうど12秒。風戸選手は7位、鈴木選手は13位という結果ね。しかし、ここでとある件が原因で不穏な空気が生じていたの。不穏な空気？一体何があったんだ？長谷見選手、国光選手、鈴木選手はブリヂストンのタイヤを使用していたんだけど、ダンロップに切り替えていたの。むむ？それがどんな問題になるんだろう。メーカーを変更した理由はサービスの待遇差別と言われていたんだけど、実際に生沢選手がサリンに使用前、ウリンに使用後を履かせられるなどの扱いをされていたわ。ええ？バラバラの状態のタイヤを履かせられたら、いいコンディションで実力を発揮することができないじゃないか。マリサの言う通りよ。最終的に第1ヒートに進んだ18台のうち、ブリヂストンユーザーは黒沢選手、高原選手、風戸選手、生沢選手、川口選手の5名のみだったの。レースにどれくらい影響があるかわからないけど、少なくとも感情は左右されるだろうな。第1ヒートはどうなったんだ？第1ヒートは翌日6月2日。朝から晴天で、気温は25度を超えていて、梅雨入り直前の静岡の気候としては暑いくらいだったわ。絶好のレース日和だったってわけか。そうね。そんな中、午前11時25分に第1ヒートの幕は切って落とされたわ。なんだか聞いている私がドキドキしてきたぜ。轟音とともに18台のマシン群がスタートを切り、ポールポジションの黒沢選手はスタートで国光選手ら5台に抜かれ瞬間的に7位まで落ちてしまったの。ええ？ポールポジションにいたのに？黒沢選手が7位になってしまうなんて驚きだぜ。その後はどうなったんだ？黒沢選手はオープニングラップのヘアピン手前まで2位まで追い上げていたわ。国光選手は引き続きトップを維持し、黒沢選手と国光選手との3秒。この差はなかなか縮められず、逆に北野選手に追い上げられるという状況だったの。聞いているだけで緊張するぜ。ええ、黒沢選手と北野選手の攻防は手に汗握るもので、第1ヒートの観客の視線は国光選手の独走よりもこの2台に釘付けになったわ。私が観戦していてもそうなると思うな。
しかしながら、北野選手は低速ギアの不調と左後輪のブローに見舞われてしまい、抜かせるポイントで抜かせないという展開を強いられることになるの。ギアは速度を調整する部分のことだよな。ブローっていうのはなんだ？エンジン本体構造部が破壊される現象のことを指すわ。ええ？それじゃあ本来の力を出し切れないのも無理はないぜ。歯がゆい状況だったろうな。そうね。黒沢選手も同様にトラブルに見舞われていたわ。バンク走行中の異常振動が起こり速度を落とさざるを得なかったの。国光選手が第一ヒートのチェッカーを受けて6秒後に2位でフィニッシュしたわ。それでも2位でフィニッシュできたのか。すごいぜ。北野選手は不運に見舞われたものの、0.5 秒の差は保ち、結果3位だったわ。1位が国光選手、2位が黒沢選手、3位が北野選手か。第一ヒートはその3人の独壇場という感じだな。ええ、高原選手はそこから11秒後に4位でフィニッシュしており、まさに3台のための第一ヒートだったと言えるわね。ただ、ここで事態が急変するわ。事態が急変？一体何が起きたんだ？黒沢選手がピットでヘルメットを脱いだ直後、なんだあれは、あんなにデタラメなスタートはない、こっちがスタートを揃えようと抑えているのに、みんなどんどん抜いていっちゃうんだから。スタートまでに6から7台に抜かれたと主張したの。ええ？どういうことだろう。黒沢選手によると、国光選手がスタートラインの前にポールポジションにいた自分を抜かしたということだったの。黒沢選手はレース中、ピットに向け右手を大きく振って意思表示し、チームマネージャーがコントロールタワーへ駆け込んでいたそうよ。ええ？国光選手がルール違反をしたということか？しかしながら、競技長判定はオフィシャル判定に対する抗議は不問とし、黒沢選手の抗議は一蹴されたわ。黒沢選手からしたら悔しかっただろうな。そうね。一方で風戸選手は、前の高原選手とは15秒以上差をつけられ、後方の戸平選手に13秒の間隔でフィニッシュ。それでも予選よりも順位を上げて5位となったわ。それでも十分すごいことだな。かなり見応えのある試合だったことがわかるぜ。鈴木選手は、エンジンに難があったものの9位となっていたわ。こちらは生沢選手、米山選手との接戦があったんだけど、米山選手は大胆なオーバーテイクで2人をかわし7位でフィニッシュしたの。ほほう。じゃあ、決勝の第2ヒートはどうなったんだ？本番前のタイヤ問題や黒沢選手抗議によって、選手の間で不協和音が生じていたわ。せっかくの試合で、なんだか嫌な雰囲気だぜ。安友競技長はローリングは正しい姿勢で、前者との間隔を保ち、横にはみ出さないようにしていただきたい。もし隊列が整わない場合は、整うまでローリングを続けるので、その辺をわきまえてと念を押すような説明をしたわ。ふんふん。確かに、試合を管理する側がきちんと周知しないといけないよな。そうなんだけど、相変わらず黒沢選手はあのスタートは公平ではなかった。もしまた、ああいうことがあったら走らないとまで言ったのよ。よほど腹が立っていたんだろうな。それに対し、長谷見選手が黒沢くんの第一ヒートの走りは悪い。ローギアでアクセルを開けたり閉じたりしたのでは問い一触即発の場面となったわ。ひぃ、見ていたらハラハラしてしまうぜ。ええ、その雰囲気は観客側からは感じ取れなかったけど、選手側は第2ヒートでは異常な緊張状態で挑むことになってしまったわ。いつもの走りをしようとしても難しかったろうな。第2ヒートはどんなレースになったんだ？各車は一周ローリングしてホームストレートに戻ってきたけど、隊列が離れすぎて整わず、一周回ることとなったのよ。そして24分55秒、ペースカー、これはレース参加者の先導を行う車のことね。これが横にそれ、加速したマシン群が駆け抜けていったの。おお、いよいよレース開始だぜ。ええ、先頭の国光選手はトップを譲らず、すぐ後方左側に黒沢選手が、その右側に北野選手が並走状態で並んだわ。おお、やはりその3人の接戦となったのか。そうね。その後ろに高原選手、風戸選手続けて位置するような状態ね。ふむふむ。第1ヒートで上位だった選手たちが第2ヒートでも上位を占めたんだな。そして注意、後方集団には戸平選手、米山選手、生沢選手、漆原選手、鈴木選手がいたわ。この直後、まさに一瞬のうちに事態が変わったの。むむ？何が起きたんだ？2位争いをしていた黒沢選手と北野選手は、ラインが1本というバンクへの動揺を獲得しようとしていたの。バンク？それはどんなところなんだ？バンクはカーブの外側が高くなっているコーナーのことよ。速度を落とさずにコーナーを曲がれるように、傾斜がつけられているの。ああ、わかったぜ。それで、どうしたんだ？彼らはそこで2度3度と側面衝突してしまったの。衝突？それに3回も。車は無事では済まないんじゃないか？ええ。このことで北野車はコース外の芝生部分に弾き出されてしまい、コントロール不能の状態となったわ。マシンはスピン状態で後続の車群に突っ込んでいったの。ひえ？
とんでもないことになりそうだ。北野車は風戸車と鈴木車の間をスピンしながらコースを横切っていったわ。ひえ？突然、前方のマシンがスピンしながら接近してきたら恐ろしいぜ。北野車を避けようとした他のマシンが次々とぶつかり合い、何台かはコース外に飛び出し激突、炎上したのよ。多重クラッシュが起きたのか。大変な事故だぜ。北野車はスピンしながらコースを横切った漆原車の進路を塞ぎ、漆原車はフルブレーキングしたものの北野車の後部に激突したの。そのため前方部分は大きく跳ね上がって北野車の上に覆いかぶさる状態となったのよ。うわぁ、マシンの上にマシンが乗ってしまったのか。北野選手と漆原選手は無事だったのか。北野選手は漆原車の重さのため、脱出することが困難となっていたわ。そのうち車体は燃え出したんだけど、脱出した漆原選手によってなんとかそこから抜け出すことができたのよ。危機一髪だな、助かってよかったぜ。まさにそうね。なんと北野選手が救出された直後、満載のガソリンが引火して大きな爆発音とともに火柱が上がったの。ええ。そのまま車に閉じ込められていたら、北野選手は命を落としていただろうな。ええ。北野選手と漆原選手が無事であったことは奇跡と言えるでしょう。でも、観客席側本コース付近ではさらにひどい状況になっていたわ。これよりも、聞くのが怖くなってきたな。イン側では、米山車が混乱を避けようと右へハンドルを切り、川口車が後方から突っ込む形になっていたわ。そのまま2台は滑走し、ショートカット入り口コース上で停止したの。コースのありとあらゆるところで大混乱が起きていたんだな。なんとか停止できてよかったぜ。ただ、北野車に接触された風戸車は半時計回りにスピンを始め、ガードレールの末端と2番目の支柱に前方から激突してしまったわ。ガードレールと支柱に？とんでもない衝撃だったんじゃないか？そうよ。風戸車は支柱を加え込んだままガードレールを突き破り、信号灯をなぎ倒しながら約50メートル近くも宙を飛んだわ。バンク側に車体後部を向けながらフェンス際の草木に墜落し、炎上したのよ。50メートル？相当スピードが出ていただろうから、衝撃も相当だったろうな。一方の鈴木車も、悲惨な状態になっていたの。鈴木車はほぼ後ろ向きでコースアウトし、草木で3番目のガードレール支柱に前方から突っ込んだのよ。鈴木選手も風戸選手と同様に、支柱に突っ込んでしまったのか。ええ。その後何度かの衝突や横転を繰り返し、ガソリンタンクは破裂したわ。ガソリンタンクが破裂？そんなことになったら、マシンが炎上してしまうじゃないか。その通りよ。風戸車、鈴木車の2台は一瞬のうちに炎に包まれたわ。事故からわずか5分後の14時10分、鎮火した車内で座った状態の鈴木選手が死亡しているのが確認されたの。そんなにすぐに亡くなってしまうものなのか。本当に痛ましい事故だぜ。一方で風戸選手は消火剤で真っ白となった状態で救急車に運ばれ、御殿場市内の病院に搬送されたのよ。残念ながら、事故から30分後の14時35分に死亡が確認されたわ。二人とも巻き込み事故で犠牲になるなんて、悲惨すぎるぜ。他の選手やスタッフは無事だったのか？いいえ。現場にいたカメラマン一人が重傷、観客4人が火傷を負うこととなったの。これもこの事故における被害のひどさを物語る結果となったわ。カメラマンか。すぐ近くで撮影していただろうし、相当の被害を受けただろうな。コース両脇は黒煙を吹き上げる事故現場には消防隊が出動し、安友競技長は赤旗を提示したわ。もうレースどころじゃないぜ。この事故の結果、計7台のマシンが巻き込まれたことになるの。亡くなってしまった鈴木選手と風戸選手、そして北野選手、漆原選手、高原選手、米山選手、川口選手がレースを停止したのよ。他のマシンに乗車していた選手は事故に巻き込まれずに済んだのか。ええ。高原車は北野との接触後、惰性速度のままバンクに侵入していき、バンク下の草木に停止。川口車と接触した米山車は北野車と漆原車の事故現場から、30メートルほど先の後の1コーナーアウト側のグリーン上に停止したわ。ほうほう。停止することはできたんだな。米山車と接触した川口車は損傷し白煙が上がったものの、蛇行の末、イン側の傾斜が始まる直前あたりに停止することができたの。彼らは救急車で搬送されたんだけど、幸いにも大きな怪我はなかったのよ。二人とも無事でよかったぜ。ところで、トップを走っていたのは確か、国光選手だったよな。彼は無事だったのか？ええ。国光選手は一周回ってきたところで異変を感じたものの、ここで停止すればさらに混乱をきたすと考えたの。さらに一周通過した上でピットインできるように北野選手の脇を通過したわ。うむ。冷静な判断だぜ。その一方で、マシンから脱出した北野選手は強引な幅寄せをされたことで怒り心頭だったわ。両側から立ち上る黒煙を背に、コース上に仁王立ちとなり両手を広げて上位集団を停止するために立ちはだかったの。
事故の原因にもなってしまったものな。気持ちはわからなくもないけど、今はそれどころじゃないと思うぜ。黒沢選手への怒りでそれどころじゃなかったんでしょうね。黒沢選手は無事に戻ってきたのか？少し遅れて黒沢選手が現場に到着したわ。北野選手の止まれ、止まれこの野郎。という静止を横目に、減速しながら通過していったの。う、聞いていてヒヤヒヤするぜ。その後、どうなったんだ？マシンが通過したことによる風圧と、炎上する現場の熱気に北野選手は転倒してしまったわ。しかし、上半身裸になってピットまで走っていき、マシンを降りた黒沢選手の胸ぐらをつかみ、てめえ、俺を殺す気か、と殴りかかったの。周囲は騒然としたわ。私なら怖くて止められないかもしれないぜ。少し落ち着いた方がいいな。でも、この事故の後、一体どうなったんだ？この事故の原因は選手同士の打ち合いとされ、コース管理に関しての非は問われなかったわ。ガードレールの設置について疑問を呈する声もあったんだけど、警察が介入したことで話は混乱を極めたの。黒沢選手に対して、何か罰則はあったのか？黒沢選手はこの事故のことでかなりの批判を浴び、競技ライセンスを返上してしまったのよ。刑事事件としても捜査対象になり、業務上過失致死傷の疑いで書類送検されているわ。ただしこれは後に不起訴となっているわね。書類送検されたのは黒沢選手だけだったのか？そうよ。他の選手も黒沢選手に対して苦言を呈しているわ。ということは、やはり事故の原因は黒沢選手の運転にあった可能性が高そうだな。そうね。いくつかその内容を紹介するわ。うむ。頼むぜ。黒沢車と北野車の直後を走行していた高原選手は、黒沢選手が北野車に気づかなかったということはありえない。横にマシンが並んだ時点で視界に入り気づくとコメントしているわ。さらに、黒沢選手が故意に北野に何度もぶつかったと示唆したの。わざとやったってことか。本当であったらとても危険な行為だな。それに、事故の後も北野選手を無視しているような場面があったぜ。ええ？それについても黒沢選手の神経が理解できなかったと証言しているわ。うむ。自分が原因で事故を起こしてしまったら、普通じゃいられないよな。テレビ放送プロデューサーでアマチュアレーシングドライバーの佐野直美さんは事故当時、コントロールタワーで観戦していたんだけど、直線で黒沢車が左に寄ったと思ったら、そのまま北野車にぶつかったと証言したのよ。誰が見ても黒沢選手がぶつかっていたという状況だったのか。漆原選手は、第一ヒートがスタートする前のローリング中、黒沢選手が蛇行したりブレーキを踏んだりして、レースになっていないと落胆した。あまりに危険だし、やってはいけない行為と批判したわ。そりゃそうだぜ。スポーツマンであれば、公平に試合すべきだ。漆原選手もマリサと同じように感じていたらしく、仲間を尊敬し敬愛するのがスポーツマンであり、それがないならばスポーツではないと語っているの。やっぱりな。きちんと試合に臨みたい選手からしたら不愉快になっただろうな。テレビ放送の解説を担当していた田中健次郎さんは、黒沢選手が1ヒート目のローリング中に蛇行や急減速を行ったことに対しここまで行ったらいかん、やりすぎだと思うとコメントしたわ。私はこの事故を実際に見ていないし、真実はわからないけど、ここまでいろいろな人が批判しているならば黒沢選手が故意にやったのかなと思ってしまうぜ。実は、この富士スピードウェイでは1973年の最終戦で、中野正春選手が事故によって死亡しているの。ええ？前年にも死亡事故が起きていたのか。そうよ。実は富士スピードウェイは、あのバンクが特徴だったの。特に、30度もの傾斜がついていたことが富士スピードウェイならではのコースと言われたゆえんね。ふんふん。これが事故にどう関係していたんだ？マシンはほぼアクセル全開で直線から30度バンクへ飛び込んでいくんだけど、走行ラインは1本しかないし。バンク下から吹き上げる横風の影響を受けるの。それに、路面がうねっていることでマシンが底打ちしてしまうわ。ええ？傾斜がついているとマシンが安定せず、危険性が高くなるんだな。その通りよ。1973年の事故と今回の事故を受け、30度バンクは廃止されることとなったわ。うむ。立て続けに人が亡くなってしまったならば、当然の流れかもしれないぜ。車でのレースはリスクが高いわ。事故が起きないよう、選手が万全の体制で試合に臨めるような環境を作ることが第一よね。ああ、いいコンディションで素晴らしい試合を見せてほしいな。そうね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。